海外旅行私も一緒に連れて行って。私実は海外ってまだ1回しか行ったことないの。英語苦手だからなるみさんに全部任せたわよ。なんで一緒に海外旅行に行くことになってんのよ。それって私が来月行く旅行のこと言ってる？そうよ。なるみさんが1年間貯金をして海外旅行で豪遊するって聞いたの。なるみさんはタワーマンションに住むお金持ち。そんななるみさんが行く旅行なんて気持ち悪いな。なるみさんが1年間も貯金をしていく旅行なんて聞いたらそりゃ当然そうなるわ。だってなるみさんはお金持ちって有名なんだから。私は小さい頃からの夢だったからタワマンに住んでるだけであって特別お金持ちってわけじゃないから。そんなこと言いながらなるみさんは大手企業の役職者じゃない。お金ないなんて嘘は通じないのよ。お金がないとは言ってないけどさ。そんななるみさんが1年もコツコツと貯金をしたなら500万くらいの旅行に行くってことでしょ。あんたバカじゃないの？え？海外旅行で500万も使うわけないじゃん。私はシングルマザーで旦那がいない分節約しないといけないのに。だけどなるみさんって結構旅行に行ってるでしょ。それってお金が有り余ってるってことじゃない。シングルマザーで子供に寂しい思いをさせた分旅行とかの思い出を作りたいと思ってる。だから1回の旅行で500万なんてありえないから。そんなことはどうでもいいから私も旅行に連れて行って。前々から私も計画してたのよ。何を？なるみさんが旅行に行くって聞いた時に私も一緒に連れて行ってもらおうと。断る理由なんかないでしょ。断る理由しかないんだけど。どうして？家族旅行をゆっくり楽しみたいのになんで赤の他人のあなたを連れて行かないといけないの？私となるみさんはママ友じゃない。ママ友って言えば何でも解決できるとでも思ってんの？所詮は赤の他人、ましてや普通の友達じゃないんだから上辺だけの関係だって分かんない？あなたママ友にそんなこと思ってるのね。最低。仲のいいママさんたちにはそんなこと思ってないけど、正直私あなたのことママ友だと思ってないから言ってるの。え？こういう風にお金が絡むような時だけ私にすり寄ってきて、それ以外は基本的に無視。いい大人なんだから挨拶ぐらいちゃんと返しなよ。それは全然聞こえてなかっただけじゃない。そんなことでいちいち怒らないで。とりあえず旅行には連れて行かないから。そこをどうにかお願い。無理。どうしてそんなこと言うのよ。一生に一度のお願いだから。お願い。一生に一度のお願いを聞く義理はないから。それじゃ。ああ、なるみさん。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のカリンさん。彼女とてもがめつい性格をしてて、お金が絡む時だけすり寄ってくるんだよね。それ以外の時は全く目も合わせないくせに、こういう時だけ調子がいい。旅行に連れて行く気なんかないし、あれから LINE はずっと無視してたんだけど。旅行当日。お待たせなるみさん。と言っても待たせないように1時間前から待機してたんだけどね。何が？今日はなるみさんが海外旅行に行く日だって知ってたから私空港にいます。チケットとか当日でも買えるか心配だけど、そこはなるみさんがどうにかしてね。お金を積めば当日でもきっと売ってくれるでしょ。何ふざけたこと言ってんの。私の旅行に便乗してついてくるつもり？最初からそのつもりだって言ってたじゃない。別に子供とかは連れてきてない。私一人だしいいでしょ。そこまでお金かかんないから。赤の他人のお金を誰が支払うのよ。いいから黙って私の分の旅費とお小遣いよこしなさい。あなたが今日この空港に来ることは調べがついてるんだから。私今日は車で旅行に行ってるけど。は？あなた海外に車で行く手段を持ってるの？そんなわけないでしょ。だって今日なるみさん海外旅行に行くって聞いてたのに、なんで車？もしかして今の最新型の車は海の上も走れたりするの？そんな車見たことないし、私が乗ってるのは普通の車。それじゃあどうして？私さ、小さい頃から変な人に絡まれやすい体質なんだよね。だからあなたみたいに旅行に便乗しようとする人はたくさんいるの。それで？そんな私を守ってくれる親友がいるんだけど。それって多分ママ友のゆりさんのことでしょ。あなたたち二人が仲いいのは知ってるけど、守ってくれるなんてすごいわね。って今はそれどころじゃなくて。
ユリは自慢の友達なんだけど、他の人と違うところがあって、私のことが大好きすぎて、私のことや私に関わる人のことを調べ尽くしてるの。はい？それってつまり、なるみさんのストーカーってこと？それは友達って言わないでしょ。情報収集力がすごいというか、まあそれ以上にヤバいんだけど、とりあえず私に関わったっていうことはユリに調べ尽くされてるってこと。ユリはね、私に迷惑をかける人のことを許せないんだって。旅行の話してたのにいきなり何の話？いいからさっさと空港に来なさいよ。飛行機が行っちゃうでしょ。早くしなさい。1年間お金を貯めて海外旅行に行くっていうのはユリが作った嘘だから。嘘？嘘？うの？ふざける余裕があるなら大丈夫だね。びっくりしすぎて脳内がフリーズしてただけだから説明しなさい。ユリさんが作った嘘ってどういうこと？説明めんどくさいからそこは本人に聞いて。でも私は今日旅行に行くつもりで準備もしてきたんだけど。それは大丈夫。あなたは今日旅行に行くから。本当に？旅行に行けるっていうことはお金は全部なるみさんが用意してくれるってことだよね。お金を出すのはあなたの義両親。は？そろそろあなたの義両親が空港に着く頃だと思う。ちょっと待てよ。なんでお母さんとお父さんがここに来るの？あなたは知らないかもしれないけど、私あの人たちのこと嫌いなの。だから3人で旅行なんてしたら私息が詰まって倒れちゃうかも。それもユリから説明してもらって。海外旅行に行くっていうのは嘘だけど、国内旅行に私行ってるから邪魔しないで。ちょっと待って、説明してから行きなさい。結局なるみさんがお金を出すわけでもないし、義両親が空港に来るのも意味わかんないし。だから早く知りたいんならユリに LINE して。まあ多分そろそろユリから LINE が来ると思うけどね。それじゃあ。ちょっと待ちなさいよなるみさん。義両親と旅行なんて絶対に嫌なんだから。ユリとひまわりとカリンの LINE。 私が説明をしますね、カリンさん。なるみさんの旅行について行こうとするなんてずうずうしい人ですね。今すぐ説明しなさい。義両親からちょっと遅れるって LINE が来たから本当にここに来るのね。何がどうなってこうなってんのよ。なぜ私がなるみさんは海外旅行に行くと嘘を言ったのか。それはその嘘に飛びついてくるゴミ虫を見つけるためです。は？ゴミ虫？そうだよね、ユリ。そうですけど、横から来てセリフを取るのはやめてください。だって絶対そうかなって思ったんだもん。はあ、とりあえずそういうことです。いや、意味わかんないってどういうこと？脳みそがないゴミ虫には一から説明しないとわからないようですね。めんどくさいので、ひまわり、説明をよろしく。はーい。なるみさんは前から変な人に絡まれやすい体質だったので、ユリは考えたんです。一人一人始末するのは大変だし、まとめて罠にかけようと。1年前から貯金してる海外旅行なんて聞いたらみんな食いつくじゃないですか。確かにあのなるみさんが1年も貯金して旅行に行くって聞いたら興味は出るけど、まあそれで私も今回便乗しようとしたわけだし。よく空港を見たら知った顔がいないですか？あれ、ママ友の遠島さんに真由美さん、金子さんもいるわね。ユリの嘘に騙されて集まってきた人たちですよ。まあまとめてユリの餌食になるわけですけど。つまり私たちははめられたってこと？そういうことです。嘘の情報を流せばあなたたちアホどもはすぐに釣れると思っていました。一人一人消していくのは面倒なので、まとめて始末することにします。始末ってもしかして命を奪ったりとか、そんなことないよね。私の考えすぎか。知らないんですか、カリンさん。何が？命を奪われる方が楽だと思うようなことは私たちの人生にはいくらでもあります。ユリはそんな思いをさせるのがすごく上手なんですよ。それってつまり？あなたにとっての地獄は義両親との同居ですよね。私誰にも言ったことないのに。私はなるみさんに関わるゴミ虫のことを調べ尽くします。あなたが毎日何時に起きてどのようなルーティーンで行動するのか、誰とどんな電話をしてどんなことを思い眠りにつくのか、私は全て知っています。そんなのありえない。それに私以外にも目をつけてるってことは、あなた他の人の情報も集めてるってことでしょ？もちろんです。そんなの一人でできるわけないじゃない。それができてしまうのがユリという女なんですよ。ユリに関わったらプライベートはもうないものだと思ってください。その理論で行くならあなたもないじゃない。ユリは私のことを調べたりしませんから。そうなの？
このバカ女。いえ、ひまわりは小さい頃から無駄に運だけは良かったそうです。なのでなるみさんに迷惑をかける人にはその運はマイナスに働き、逆になるみさんのためにはプラスに働きます。そしてなぜかひまわりのことを詳しく調べようとすると邪魔が入るんですよね。漫画みたいな話してんじゃないわよ。別に信じてくれなくても構いません。邪魔が入ったところで時間をかけて調べればひまわりのことはいくらでもわかります。ただこんなやつの私生活なんて興味ないのでもう調べませんが。危ないことをしないって認定したからもう見逃してくれてるんですよ。まあ必要最低限の情報は抑えられてると思いますけど。なんなのよさっきから。そんなことより私の旅行はどうなるの。すっかり脱線してしまいましたね。あなたは私に騙されてその場所にいるということです。つまりあなたの人生はこれから地獄行きだということです。それが今回の旅行ってこと。それだけではありません。あなたはその旅行から帰ると家がなくなっています。はあ、家がなくなるっていうのは。旦那さんは同居して一緒に暮らしたいと考えていたそうですね。だからあなたがいない間に引っ越しの準備をして同居するって言ってました。そんなの聞いてない。今までも絶対に同居だけは嫌だって断ってきてたのに。何がそんなに嫌なんですか。それはいわゆるマザコンってやつですね。ああ、なるほど。口を開けばお母さんが最高、お母さんが作った料理の方がうまい、お母さんだったらこうする、どうしてお前はお母さんみたいにできないんだ、お母さんだったらこんなこと言わない、うんざりなのよ。それなのにお母さんは止めるわけでもなく自慢げに私のことを見て笑うの。言葉ではこんなこと気にしなくていいからねとか言いながら顔は笑ってるの。うわ、それは結構きついですね。今までも同居の話をずっと断ってきていたそうですが、旦那様は同居ができないなら離婚だと考えています。離婚？なんで私がそんなことを理由に離婚されないといけないの。旦那は大事な金づるなんだから逃すわけないじゃない。なら同居するしかないですね。だから今回の旅行で仲良くなってほしいと旦那様が準備してくださいました。旅行期間は2週間あるのでゆっくり楽しんでください。2週間？嘘でしょ。その間に旦那様は引っ越しの準備、有給を消化するそうなのでお子さんの面倒は見るそうですよ。まあこの情報もユリに聞いたんですけど。なら私は今から2週間お母さんたちと一緒にいて、その後は同居？そんなの絶対嫌。なら離婚するしかないですね。だけど離婚したら生活はできるんですか。今の旦那を選んだのは顔もそれなりに良くていい会社に勤めてるから、だから絶対に離婚はしない。なら頑張ってくださいね。嫌なものは嫌なの。そんなわがまま言ったってどっちか選ばないとダメですよ。お母様は張り切っていましたよ。この2週間でいろいろと教えてあげれる、あなたがしっかりとできるようになれば息子も大喜びだって。あの人たちは私が何をしても気に食わないのよ。結局は何をしたってママが一番なんだから。なるみさんに迷惑をかけるからこんなことになったのに。ならなかったのに。自業自得ですよ。です。あ、お母さんたちが来た。いやいや、いやだ。その後、カリンさんは2週間の旅行を楽しめるはずもなく、帰ってきた時には干し椎茸のような顔になってた。一瞬誰かと思ってつい二度見しちゃったもんね。しばらくして彼女は同居を始めたみたい。旦那さんから同居するか離婚をするかのどっちかだと突きつけられ、貧乏な生活は嫌と同居を決意。だけど毎日のように旦那さんからは比べられ、お母さんからは見下されたような笑みを浮かべられるんだって。そんな生活を続けてきた彼女はストレスで暴飲暴食、10キロ以上太ったって聞いた。だけどそれを見た旦那さんにママに似てきて嬉しいって言われて、慌てて今はダイエットしてるんだって。私だったら絶対に離婚を選ぶけど、そんなに働きたくないのかね。ユリが裏で手回しをしなければこんなすぐに同居なんてことにはならなかっただろうに、目をつけられたら最後絶対に逃げられない。カリンさんからは今後絶対に近づきません、なのであなたも私に近づかないでください、お願いしますってラインが来た。それだけユリが怖いんだろうね。ねえ水木さん、今度の土曜日どこ行くの。何いきなり。私ね、聞いちゃったんだ。水木さん、今度の土曜日噂の激安スーパーに行くってお友達とお話ししてたでしょ。え、ああ、うん。
それ、私も行きたい。安いお店ができたとは聞いてたけど、まだ行ったことないのよ。結構距離もあるしさ。ね、だから一緒に連れて行って。いや、無理。え？なんで？みんなで行った方が楽しくない？その友達と直子さん、面識ないじゃん。大丈夫。私そういうの気にしないから。いや、気にしろよ。ね、車出してくれるよね。激安スーパーで大量に買うから車必要でしょ。私免許持ってないからさ、助かるな。私たちは自転車で行くけど。いやいや、何言ってんの。嘘はダメだよ。だってあそこ結構距離あるじゃん。それに自転車だったらそんなに買えなくない？安売りだから道路は渋滞になるんだよ。それに私たち体を動かすのが好きだし。え？車にしようよ。私は車がいいもん。いや、さっきも言ったけどさ、別に直子さんとは一緒に行かないからね。またまた、そういう意地悪言わないでよ、ね。あのね、忘れたの？昔、夏祭りの時に私に会計させようとしてきたよね。ああ、お好み焼きだっけ？そう、覚えてるじゃない。私の後ろに並んだかと思ったらお金も払わないで、お店の人困ってたじゃん。だって水木さんが払ってくれると思ったんだもん。よくそんなこといつまでも覚えてるね。しつこーい。あのね、お金のことでトラブルがあったらずっと覚えてるよ。当たり前でしょ。ケチだな。どう思ってくれても結構。直子さんは連れて行かない。てか、自分で行きなよ、うるさいな。いいの？あー、その言い方本当にめんどくさ。私、直子さんと話をするような趣味ないから。じゃあね。ちょっと待ちなさいよ。私ね、とびきりのネタがあるの。そっか、そりゃよかったね。おめでとうさん。待ちなさいってば。猫のことなのよ。猫？そう、近くでね、黒い野良猫を見つけたの。水木さんって確か猫好きだよね。なんかそういう活動してるところに寄付とかしてたでしょ。いいの？その野良猫も気になるんじゃない？教えてあげてもいいんだよ。その子、最近見かけなくなったでしょ。え？そうだけど。いわゆる地域猫で、ボランティアさんが面倒を見てた子だね。でも病気が見つかって他の方が引き取ったんだよ。そうなの？そうだよ。猫好きってこういう情報すぐに回ってくるから、直子さんから聞かなきゃいけない話なんてないよ。じゃあね。あ、もう絶対に行くからね。ねえ、車出してよ。ねえってば。私の名前は水木。旅行、家族、猫が好きな兼業主婦です。これは数年前のお話。まだまだ私たちが自由にあちこちに行けた時のお話だよ。やりとりしていた直子さんは、いわゆるセコケチママに分類される人。一緒に会計しておごってもらおうとしたり、ランチ会では食べるのが遅いママさんの料理に手を出したことも。いや、どういう育ち方したらそうなるんだよ。まあ、そういう人だから私は普段距離を置いているの。でも、激安スーパーに行くっていう話を聞かれていたみたい。どこかに行く話くらい好きにさせてほしいよね。スーパーくらい自分で行けばいいんだけど、少し距離があるし、なんと言っても超激安。買いだめしたいだろうし、てかうまくいったら私におごらせよう。そんなところでしょう。そして当日予想通り、直子さんはスーパーにやってきたよ。うわ、めっちゃ混んでる。あれ、歩いてきたの？まさか、気の弱いママに車出してもらっちゃった。この間食料品分けてもらったばっかりだから、さすがにこれ以上たかりするのはやばいかなと思ってさ、車だけ出してもらったの。この人のこういうずる賢いところが一番嫌いだわ。あっそ、隣にいるの友達だよね。でかー。うるさいな。じゃあ私たちは買い物楽しむから。はいはーい。30分後。やばい、この激安スーパー本当に安い。最高。1万円でたっぷり買える。これだけ安いならおごってくれるよね。会計よろしく。立ち止まるんじゃねえよ。え？いや、痛い。誰かに突き飛ばされたかも。そんな人の通るところでスマホ見てるからだよ。私たちみたいにちゃんと並んでからじゃないと。痛い。ねえ、これ慰謝料もらえるよね。あ、え、いで、何よ、周りがマッチョばっかり。そりゃそうだよね。ここの激安スーパー、目の前が大学だから、この月一の売り出し日には大学生もいっぱい集まるんだよ。
その子たちはレスリング部のジャージ着てるね。痛い、押さないで。やだ、足踏まれた。ほら、ちゃんと前を向いて歩かないと。わからない？直子さんが流れを止めちゃってるんだよ。いやよ、何これ。痛いってば、押さないでよ。あ、私たち会計するから、じゃあね。待って、車で送っていってよ。支払いは？はあ？ふざけたことばっか言わないでくれる？あんたの支払いまでするわけないでしょ。それに私たち自転車だから。本当に？嘘でしょ？今はタイムセールの時間だから、駐車場もすごいことになってるよ。これからますます混雑するからね。今日車で来るのは完全に悪手だよ。そんな、ねえ待ってよ。いやー、買った。ここのスーパー本当に安いんだよね。でもそれだけに多くの人が集まってくるの。だからスーパーの波を泳いでいけるような人じゃないと身動きを取るのも難しいと思うよ。直子さんはただ単に人に迷惑をかけるだけのセコケチだからね。まああそこから抜け出すのは無理でしょう。セコケチするならこういう時ほど本領発揮してほしいものだけど、できないだろうね。ただのセコケチだもの。水木とジュエリーのライン。いやー、買った。ジュエリーちゃん、たくさん荷物持ってくれてありがとうね。いいのよ。日頃から鍛えてるからね。でもジュエリーちゃんだってもっと買いたかったでしょ？ジュエリーちゃんのお店、フードメニュー充実してるし。まあ、水木ちゃんったら優しいのね。でも大丈夫よ。ほら、うちはお店だからね。業者から仕入れてるのよ。なるほど。でもすごく嬉しかったよ。ありがとうね。まったく、みずきちゃんはそういうところ素直で可愛いのよね。何よもう。でも安いものたくさん買ったは買ったけどさ、荷物置いた後2人でお茶したじゃない。それはみずきちゃんが払ってくれたから結局お得ってわけじゃないわ。何言ってんの。安いものを買って浮いたお金で楽しいことに使う。あらやだ、それは最高な考えだわ。でしょ。あの直子っていうセコケチ女にも聞かせてやりたいわね。ああ、あの人なんかおとなしいママさんたちを使ってるんでしょ。うん、でももう大丈夫だよ。そうなの？みんなママさんだからね。子供たちのことを考えなよって言ったらようやく考えてくれたよ。何かあったら協力するからってことでさ。まあ、ああいうのに狙われちゃうとなかなか逃げられないわよね。言うこと聞く方も悪い部分があるけど、誰もがみんなはっきり言えるわけじゃないわ。そういうこと。私は何でもはっきり言う方だけど、言えない人もいるから。もう、ツンツン。何よ。別に。あ、そう。いや、もう水木ちゃんたら可愛いところあるじゃないの。うふふのふ。水木と直子のライン。あんた何してくれたのよ。なんであの地味ママ友グループと水木さんが一緒にいるのよ。見てたの？あんたも暇だね。あいつら私の頼みを聞かなくなったの。拒否するようになったのよ。そりゃいいことだね。なんで私の邪魔をするのよ。許せない。うっせえよ。え？何が邪魔だよ。あんた自体が邪魔なんだよ。ちょっと水木さんってば、怖いこと言わないでよ。気の弱いママさんばっかりターゲットにするのはあんた自身が弱いからだよね。何って。ま、これからわかるんじゃん。何が？だって直子さんって一人で行動できない人でしょ。え？いつも人にくっついてるじゃん。たかり目的もあるだろうけど、そもそも一人で行動できない人なんだよね。そんなこと。これから孤立するだろうし、そうしたらわかるんじゃない。孤立って、そんなの嫌よ。私ぼっちになるの。なんとかしてよ。知らねえよ。じゃあ私たちこれからみんなで買い物行くから。ねえ待って、それ私も。たかり屋のセコケチママはお呼びじゃないよ。そんな。その後、これが数年前の話なんだけど、直子さん今はもう引っ越していったよ。直子さんにたかられてたママさんたちがついに勇気を出してね、ちゃんと言い返すようになって孤立して、結局旦那さんの実家で同居したんだけど、そこでうまくいかなくて離婚したんだよ。まあ、あの性格じゃうまくいかなくて当然だわな。ちなみに直子さんにターゲットにされていたママさんたち、今ではすっかり強くなってね。
ドキュンママのターゲットにされているママさんを助けたり、みんなはっきり言えるようになったんだよ。まあ人間強くなるのにもきっかけが必要だったりするもんね。私ももっと強くなろう。なんといっても最近我が家にはニャニャマルという家族が増えたから、いいきっかけをありがとうね、ニャニャマル。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。